まあこれはワンちゃんとはあまり関係ないかもしれないですけども、うん、これマジックで油汚れの代わりだと思ってください、うん、はい、油汚れ、まあ、こういったものを弾きます、うん、あ、うん、材料の特徴みたいなものなので、うん、これ今ティッシュでちょっと強く拭いていただくと、はい、まあ、浮いてる状態なんですね、落ちるんですよ。あ、落ちますね、はい、これは水拭きだ、だいたい取れる、水拭きでも取れますし、まあ、あの普通の洗剤、あとはこれ、まあ、除光液のような薬品は使うことはないですけども、アルコール、そういった薬品を使っていただいても剥がれたりとかしないので、浮いてくるんですね。そうですね。これ何年ぐらい持つんですか。でこれ持ち自体は、このコーティングがなくなるなくならないの剥がしをしていくと、大体15年から20年は普通に持ちます。保護作用としては、あ、保護作用としてはですか、はい、ただ見た目、あのやっぱり光沢が、傷がつけばつくほど乱反射をしていくので、はい、光沢が落ちてくる。あ、それは、はい、早い方ですと、やっぱり 7,8 年あると光沢が落ちてくることはありますね。あの性能には問題ないですか。性能には問題ないです。見た目の問題です。あ、じゃあだいたい性能的にも15年おきぐらいにやり替える。そうですね、だいたいその床を保護するというところで考えるのであれば、それぐらいのスパンになると思う。あ、でそれも全部やる必要はきっとないはずです。あ、全部はですね、はい、あの傷の、の部分とか傷んでないでしょうし、はい、必要な箇所だけ、まあ、極端に言うと本当に